やー店長こんばんは。こんばんは。今年もこの季節がやってまいりましたよ。来ましたね、2023年の振り返りのシーズンでございます。クラシカチャンネルを開設して初めての動画出してから丸2年経ちましたね。早いですね。うん。そんな中でですね、今年1年間を振り返りをやっていこうかなと思うんですけれども、はい、今年もですね10個の質問をご用意してますんで。ありがとうございます。バシバシと答えていただければと思います。わかりました。いや、まずですね1問目です。感謝を伝えたい人ということで、去年は奥様でしたが、うん、今年はいかがでございましたかね。感謝を伝えたい人ですよね、はい、もちろん引き続き神さん、もちろんこの視聴者の方、実際にクラシカから車を買ってくれたお客様、あともスタッフの皆様ね、中ちゃんも春くんもそうだけども、その方たちへの感謝は大前提として、それだけだとつまらないからね、うん、ちょっとテクニカルなまたひねくれた回答させていただくとすると、名車の製造に携わった人たち、この方々への感謝は特に感じる1年でしたよ。確かに。というのも、うん、ありがたいことにこのクラシカチャンネル、この2年で約4万人の方にチャンネル登録していただきましたね、はい、誰の力かというと車の力ですよ、うん、やはり扱う車がもう名車揃い、そりゃね、チャンネル登録もするよなという内容の車多いでしょう、うん、いかに我々が名車たちの力によって助けられてるか、これをまざまざとね見せつけられた1年間でした。でさらにコラボですよね、うん、実際にフェアレディ Z のデザイナーさんである山下さんとか、設計者である上村仁さん、こういった方々を中心にね、名車と実際に携わってた方たちの当時の思いを聞かせていただいて、このクラシックカーが盛り上がっているだけの理由というかな、旧車に引きつけられる正体、クラシックカー旧車ってかっこいいよねって、なんとなくかっこいいよねっていう、そういう思いの正体をね感じさせてもらう機会が非常に多かった、うん、ピニンファリーナ社のねデザイナーのエンリコ・フミヤさんだとか、ジウジアーロとかね、ベルトーネみたいな、そういういわゆるデザインハウスのね有名な名前たちがどんどん上がってくるんですけど、その人たちにすらやっぱり感謝してますね。すごい車を生み出してくれてありがとうという、そういう思いでいっぱいです。なので名車作ってくれた人たち、もう彼らに感謝したい。結構壮大ですね、うん、ありがとうございます、はい、で第2問目ですね、去年掲げた目標、うん、チャンネル登録者数10万人、あと月5台の販売、うん、これの達成度合いなんかね、ちょっと振り返ろうかなと思うんですけれども、去年目標そうでしたね、はい、チャンネル登録者数10万人、うん、これは今のところ4万人なので未達。未達。これは一人に我々の努力不足もありますけどね。ただ逆に言えばね、この1年で3万人ほど増えた、うん、これすごいことですよね。すごいすごい、目標はやっぱ高くないと簡単に達成できそうな目標をね掲げるのは我々らしくないので、この足りなかった部分をね、さらなる努力で補いましょう。頑張りましょう、うん、あとは月5台の販売台数、はい、これはもう現実的な数字として掲げたんですけども、未達、うん、どちらかというとね、車を売れませんでしたというよりは販売ラインナップを増やせませんでした、うん、時間かけすぎた、重い整備やりすぎましたね。確かに結構ありましたね、うん、今年はもっとポン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 ね、あいつぎこれ発売開始ですってできてれば達成できたかもしれないけども、1台をねじゃあプライス発表ドーンってやるまでに時間をかけすぎましたね。整備内容がこの1年はね、このクラシカ始まって以来明らかに一番重たかった、うん、レストア屋さんになっちゃいました。この作業をやってたらそりゃね販売ラインナップ増やせませんよという内容のものが多かった。ただこれは必要だったと思いますね。お店を成長させるためにはある意味仕方がない時間のかけ方だったなというところはあるので、ここも反省点は生かしつつしっかりね販売台数伸ばせるように頑張っていきましょう。続いてですね、はい、去年やってみたかったけどできなかったことなんていうことを聞かせていただいて、コラボって言っていただいたんですよ。ああ去年そうですね、やりたかったこと、そうですね、実際先ほどもお話ありましたけれども、おかげさまでフェアレディ Z のデザイナーの山下さんから始まって、初代 Z の上村さんとのコラボなんかも叶いましたよね。いや本当にこんなありがたくて光栄なことないですよ、うん、そこでですね、店長3問目の質問なんですけれども、はい、チャンネル登録者数10万人達成のための新たな試み、こちらちょっと聞かせていただければなと思いまして、うん、伺ってもよろしいですか。そうですね、新たな試み、我々も旧車に関するいろんな情報を粛々と
発信してますけども、今のペースで名車の発信を続けるのもいいんでしょうけどね、いいんでしょうけど、もうプラスアルファがないとおそらくブレイクスルーというかな、一気にドーンと突き抜けるところまでは正直いけないと思うので、せっかくこういう素敵な車に携わる仕事をさせていただくからには、この価値をもっと多くの人に広める動きをしたいですよね、うん、今は旧車ファンの人や車ファンの人、皆さんの方から見つけてきてくれてることが多いと思うんですけど、我々のね使命じゃないですけど、あ、こういう車あったんだと、もしくは車に興味ない人すら巻き込むような、そういう新しい動きをする必要があると思いますね、うん、ただ旧車好きの方、車好きの方に、さあどうですか、素敵な車ですよねって発信するのは単純明快でいいんだけども、もっと価値のある動きを我々ならできると、そこは信じているので、こういう名車に囲まれている以上、それをやるのが我々の使命でしょうね、うんうん、新しいことやりましょう、新しいことやりましょう、興味ない人すら巻き込みましょう、うん、なんとなく見てて楽しい、あ、こういう世界があるんだと思ってもらえるような魅力のあるコンテンツを発信するには、まあ、人より動いて考えないとダメでしょうね、うん、今この完璧なアイデアがあってこれをやりますっていうのは正直ないですよ、それを1年間もしくはもっと先までね、もう考え続けて、でそれを実行し続けるということじゃないでしょうかね。ありがとうございます、うん、店長、僕がね、はい、この質問に対する答えとして、うん、サブチャンネルの解説っていう回答来るかなと思ってて、はいはいはい、まあ、1個質問それで考えていたのが4問目なんですけれども、はい、サブチャンネル始めましたよね。始めました。そっちに期待することなんてあります？サブチャンネルに期待すること、期待することないです、ないです、ないですか、ないですよ、ないですか。サブチャンネルに期待することは何もないですよ。あれはあれはただ単純に我々の悪ふざけに付き合ってくださいというチャンネルなので、はい、あのサブチャンネルに価値はゼロです。あ、ゼロなんだ。もう何の無意味な無価値なものを垂れ流してるだけなので、はい、そう、サブチャンネルって店長の控え室っていうねチャンネルを始めたんですよ。あれはたまに、まあ、普段ね真面目な題材を取り扱うことが多いので、たまに我々ふざけたくなる時があるんですよね、うん、だからそれを発散する場なので。なるほど。そうそうそう、もう悪ふざけに付き合ってくれる心の広い方だけ見てくださいねというものなので、あれはもう無価値、無価値ですか、無価値無意味なので何も期待してないです。でもぜひチャンネル登録者数は増えてほしいです、ね、それは嬉しいですね。そうなると嬉しいけど、もうぜひご覧の皆さん、ぜひぜひ心の広い方だけ見に来てください、はい、うん、引かない人だけ登録してください。一回ね見てみ て, 一回見てチャンネル登録するかどうか決めてもらいたいですね。ずっとふざけてるだけですから、あれは見てほしいような見てほしくないような。なるほど。ここまで4問質問させていただきましたね、はい、続いて、うん、今年1年ですね、はい、ソアラから始まって約115本の動画出してるんですよ今日まで。そんな出した？はい、あ、ショート含めて、あ、動画だけ、動画だけで、え、そんな出しました？頑張りましたね。自分で言っちゃって。そっか、あ、ショート動画抜きで115本出したんですか？はい。おお、頑張りましたね。頑張りましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした、まあ、ということなんですけど、その動画の中でね、まあ、今年1年、うん、一番印象に残った動画、これ聞かせてもらいたいですね。一番印象に残った動画ね、まあ、強いて1本あげるとすれば、はい、この視聴者の皆さんもそうかと思うんですけども、ギャラン、うん、ギャランの仕入れですよね、はいはい、仕入れたらめちゃめちゃ錆びて穴開いてて、おいおいっていう、中古車の闇とか言ってね、うん、大々的に出した動画、あれは印象に残ってますね。ソアラのね、うん、あのレトロなおじさんの役を演じたやつも、あれもずっと印象に残ってますけども、元旦に出したやつですね。元旦に出したやつ、うん、でもあれよりもよりクラシカを象徴してるなと思ったのがギャランの仕入れ動画ですかね。なるほど。であれはやっぱレストア始めたのはこの1年のうちのターニングポイントだったんじゃないですか、うん、やっぱ責任持ってやることをやりますよっていうね、それを全て動画で公開しますっていうのは、ある意味ね、うさんくさいとも言われる中古車業界にね、一石を投じるとまで言ったら大げさかもしれないけども、やることをやる車屋さんだってあるんだぞっていうところをね、現時点では証明できた、うん、姿勢は見せられたかなというところがあるので、クラシカらしいなと思いますね。確かに。めちゃめちゃ時間かかって未だに完成してないですけど、完成してないね。ただあれはそうですね、パッと出てきたぐらいだからすごく印象に残ってます。すごい印象残りますよね、うん、ありがとうございます、まあ、ちょっと今の質問とも被っちゃうかもしれないんですけれども、はい、
去年ですね、実は達成感を感じたことっていう質問をさせていただいて、うん、仕入れの質の向上なんていう回答をいただいたんですよ、はい、そこで2問、まず1問目ですね、嬉しかった仕入れ、これ嬉しかった仕入れ、ね、うん、こちらいかがですかね。1台選ぶってこと？1台選んでください。難しいと思いますよ、どれも本当にいい車なんで、これは本当にうちは特に個人からの仕入れが多いので、うん、ほぼ全ての車種とてつもない感謝を持って仕入れてますよ、はい、でお断りさせていただく機会が多いので、うん、実際にクラシカのラインナップに加わった車両はね、本当思い入れが深いし、一番なんかね選べないんですよ、うん、ただ強いて選ぶとしたらね、ごめんなさいね、はい、箱スカでしょう。そうですね、いまだに電話口のあの方の声がね耳に残ってますよ、あの優しい声で、うん、まあ経緯を知らない方向けに軽く説明させていただくと、このクラシカチャンネルを見てね、クラシカというお店に共感していただいて、車を任せるなら愛車を任せるならここだろうってね、うちを選んでくださったお客様、フルレストアした箱スカをね任せていただいて余命宣告をされていたと、はい、残された命は約1年だというね時点でうちを選んでいただいて、まあ、マナ娘を託していただくような内容ですよね。そして車を実際に引き取りに行った日に亡くなられて、本当に身の引き締まる思いのね一台なので、強いて一台選ぶとしたら箱スカですね、うんうん、長ちゃんも同感ですね。そうですよね、本当どれもすごい車両なんですけど、どれも素晴らしかった、うん、その中でもね強いて一台あげるとすればそこにさせていただきます、うん、ありがとうございます。逆にですね、はい、失敗した仕入れ、こちら1台選んでもらって、もうギャランでしょあのそあのギャラン、そりゃギャランでしょ半年経ってもまだ仕上がんないんだからうちレストアなんかするつもりなかったですからね。そうですね、まあ、一般の車屋さんだったら多分あれ中古車悩みって紹介してそのままどこかに転売しちゃってもおかしくない内容ですもんね、うん、まあ危ないですよね、うん、誰かが貧乏くじを引く可能性のある車両ですから、うん、うちでそれを止めると、うん、クラシカというお店の方針というか姿勢をね多くの人に知っていただくきっかけになったと考えれば決して仕入れの失敗ではなかったですけどね、うん、まあ、あのギャランに関してはうちに入ってきてくれって多分喜んでると思いますからね、はい、だといいですね、うん、いやありがとうございました。ここまでね7問聞かせていただきまして、はい、続いて8問目です、はい、仕上がりを楽しみにしている車両、今 NSX とかギャランとか、まあ、仕入れた車でも数多く仕入れ待ちになっている車ありますけど、はい、店長個人的に来年これ仕上がって販売するのすごい楽しみだなとか動画で紹介するの楽しみだななんていう1台ちょっと紹介してもらえるとお客さんも注目度高いんじゃないかなと思います。これまた難しいですね、やっぱ1台に絞るのが難しいですよねどれも本当名車なんでね、 NSX ギャラン、うん、2800GT もありますね、セリカもね楽しみですね、うん、まあ、その3つはもちろんですけど、もう本当と強いて1台選ぶとしたら117クーペですかね、うんうんうん、ハンドメイドの、なぜならあれもエンジン下ろしてで骨組みにしてこれから全塗装するというもので、手がかかる具合でいうとギャランと同等ぐらいのね手の加え方が必要になるんですけども、あの個体に関しては内装までリペアするでしょ、あの内装の巨匠 K さんの下でね、うん、K 師匠の下でピカピカに生まれ変わったシート、これも乗ることを考えたらエンジン外装内装すべてうちでほぼ作り直してる、うん、私個人的に仕上がりが非常に気になります。どういう姿で現れるのか、まあ、これ下手したら来年いっぱいでも完成しないですけどね、うん、ドン柄の骨組みにしてね、うん、塗装も全部剥がして、いや楽しみですね、楽しみですね、うん、ありがとうございます。もう残り少なくなってきましたけど、はい、ズバリ2023年今年ですね、1年を一言で表すとどうでしょう。去年はね戦って言ってもらってるんですよ。戦でしたね、うん、まあ、今年の漢字みたいな感じで、はい、今年1年を漢字一文字で表すとね、うん、あれですよ、あの育む、育む、体育の育、うん、いやよくね育んだと思いますよ、うん、最初の1年は本当文字通り戦でもバタバタでね何も考えられずにとにかく動くしかなかったっていう1年でしたけど、2023年は
本当いろいろと考えながらね、このクラシカというお店はどうあるべきかみたいなところを考えながらみんなでこう育った、整備士さんも営業もお店全体としてですね、やるべきことをやって育んだ1年になったんじゃないかなと思います。うん、確かに春くんも新しく入ってくれてね、うん、もう盤石のね体制が整いつつあるので、あとはその実力を余すことなく春くんも中ちゃんも発揮していただいて、お店全体で盛り上げていければいいと思いますね。ありがとうございます。では最後の質問でございます。はい、10問目、来年の目標、こちらを聞かせてください。来年の目標ですね、はい、これせっかく YouTube で目標を発表するからには YouTube 絡みの具体的な数字にしようと思うんですけどね、ズバリ言いますよ、はい、チャンネル登録者数30万人です。うん、10万人も達成できなかったうちがね、何を言うんだっていう話かもしれないですけども、はい、逆に言えば目標のね約半分 40% 達成してしまったわけですよ、はい、10万人という目標に対して4万人、うん、で今年も目標10万人ですなんて言ったらね、なんか到達しちゃいそうじゃないですか。到達しちゃいそう、いやいやそこじゃない、冒頭申し上げたね、車にすら関係ない人を巻き込んで魅力的なコンテンツ発信していくんだと、名車を扱う我々のそれが使命だというからには旧車興味ない人にも登録してもらわないとね、楽しいと思ってもらわないといけない。ならね、10万と言わずもう20万とも言わず30万でしょ、うん、30万人この旧車専門店としてのニッチなねジャンルからしたらまあハードですよ、はい、あちょっとこれ無理かなっていうところに向かっていかないとつまらないじゃん。確かに、うん、難しいことやりましょう。目標30万人、いや本当鼻で笑われるぐらいの目標を立てないとつまんないよね、うん、つまんない、人生1回ですからね。そう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 、でこんな面白い環境でやらせてもらってんのにね、現実的なこと言ってたらねもったいないよ、うん、やってやりましょう、できるでしょう、やっちゃいくらしか、ただそれだけのね価値がある出来事がね起こってますよ続々と、うん、車関係者のみならずこのチャンネルを認めてくれるいろんな業種の方からねありがたいお声かけがね徐々に増えてきました。これはね我々謙遜ばかりしてられないですよ。この価値をしっかりとね武器として受け入れて発信していかないと、もう謙遜ばかりじゃつまらない、だって素敵ですもんこの環境と、うん、やってる内容、車、はい、周りの人、こんな素敵な内容を扱わせていただいてね、4万人5万人10万人で終わらせるのはもったいないよと私は思ってますんでね、はい、本気でやりましょう。30万人やりましょう、うん、逆に中ちゃんの次の1年の目標は何ですか。中ちゃんちょっと秋口から販売の方低迷してるんで、ぜひ来年こそは月5台これ販売目指して頑張ります。一番聞きたかったことでしたお願いします。お願いします。それで2023年今年入社してくれた新たに仲間に加わった春くん、はい、春くんからも次の1年の目標を聞かせていただきましょう。はい、来年は1本動画出ます。これでいきます。主役でね、はい、主役を張れるように、はい、はい、これが僕の目標です。いいじゃないですか。いいっすね。じゃあ店長、今年の質問10個、はい、ありがとうございました。今年もありがとうございました。